おはようございます。東北地方一番の街仙台に来ています。いつもねここはタクシーがずらっと並んでバスもひっきりなしに出て大変立派なところです。本日は降水確率 90% だとそういう風に天気予報は言っていましたが、結局そんなことはなく全くの晴れ。あのね、天気予報も雨が降るとか言っておいて晴れりゃ喜ぶだろうと思って適当なこと言うのかもしれませんが、それもねちょっとこう雨が降ると思って予定出しておいて晴れちゃったら結局予定の変更で損失が出ますから、なるべく当てるように正確な予報を出してもらいたいもんですけど、まあそれはねわがままかもしれません。まあともかく晴れたのは何にせよ幸運なことです。そういうわけですから本日はこれから多分松島に今私は行くつもりでいるんですが、どうしようかな、本当は行くつもりだったんですよ。松島行って牡蠣でも食べようかなと思ったんですけど、ただねこんなに晴れてると思わなくてホテルで朝ごはんを食べてしまったんですね。一応今回は東北新幹線グルメ旅ということでやってみまして、なんか美味しいものを食べるということをですね主題にしているから、松島でもなんかそういうのを食べるべきだろうとは思うんですけど、あいにくお腹いっぱいなんですね。どうすっかな。なんかねグルメ旅と言いつつも食べ物を食べないと話になりませんのでね、インスタ映えと違ってちゃんと私は食べてますから、インスタ映えの人たちも食べてるんだろうけど、だからねどうしてもこうお腹の限界に挑戦するような旅行になりがちです。なおこのように晴れておりますので、昨日買ったマフラーはただいま役に立たなくなっておりますけれど、本日は青森そして函館に向かいますので、まあ、きっとこれから先またもっと寒くなったところで大いに効果を発揮してくれることでしょう。仙台っつうのは思いのほか寒くないんですよね。いや寒いはずなんですけど、今日の最高気温16度だってさ、12月の5日そんなもんかね。紅葉の具合もなんか福島県のいわき市とかの方がもっと寒い感じだった。いわきは寒くなるのが早いって神さんがおっしゃってましたけど、まさにそんな感じですね。今見頃ですよ。でやっぱり松島に行くことにしました。仙台から普通列車は小型行き、東北本線で行った方が松島には近いのです。いや近いというか主要時間は東北線経由の方が短いです。他に仙石線で行くという方法もあります。途中のルートは違うのですが、まあ8の字のような感じで途中でこう1回合流というかね、すぐ近くまで来るんですね。小型行きの列車に乗れば30分はかからないほどで松島に到着します。あと明日まで2分です。北国は寒いんでね、これでこうボタンをピッと。この電車は東北本線通小型行きです。次は東仙台お客様にお出かけください。車内は禁煙です。前の駅が国府多賀城、あの駅はもともとは多賀城を設置してアイヌの征伐をしようとかそういったことをやっていたところです。こちらの塩釜には塩釜神社があり、これもまた有名なところ。塩釜の一つお隣が松島ですが、塩釜駅と松島駅の間は結構離れています。松島駅はこんな感じのところ、駅もなんとなく茶色に塗られてね、多少なりとも観光地の雰囲気、なんか茶色くなると観光地の雰囲気が出ますよね。見ると地元の高校生たちがいっぱい、もう試験が早く終わったとかそんな感じなんでしょうかね。そういう時期かね。だいたいこういう場所ですと海の景色がいいところとかね、そういうところですぐ近くまで列車が来ているという例はほとんどないのですが、松島は極めて観光の便がいいので、観光の便、交通の便がいいので観光するにも特に困らないところですから非常におすすめします。また札幌の飛行機で行くときにもたまに見えてきますけどね。あ、向こうにもね、ほらこれいかにも便利って感じがするでしょう。あれ全然関係ないんだけれども、仙石線もこのすぐ近くを通っているのです。ですからここへやってくる仙台からの鉄道路線が2つあると仙台の駅で説明したことをもう十分これでお分かりいただけたんじゃないかと思います。昨日は確かに雨が降ってはいたようです。いや上がってくれて本当に結構なことですよ。こんなよく晴れちゃってね、日本三景松島、この道をまっすぐ行けばすぐ松島の方面へ出そうですが、まあ実際そんな方向であっていたはずです。ここも前にも紹介したんですけど、あの時はね全然違うところから来ましたんで、松島観光のまあ定番として紹介するのにここに最初訪れるってのはいいんじゃないかな。松島の駅からゆっくり歩いて15分ぐらい、結構近くてね、駅のすぐ裏手にあるところです。ここが新富山展望台って言ったかな、かなりいい眺めだと思いますよ。アクセスもよろしいです。ちょうどね今12時になったようでして、
エーデルワイスが鳴ってますけど、島がいっぱいある多島海というところです。ちょっとこれもやっぱり午前中とかこのぐらいの時間にかけて来るべきではないようですね。あの島がいっぱいあって、あ、やっぱり松島だなという感じはするんですが、なんとなくその光景にね、まだまだ不足が感じられると言いますか、あの逆向きではない、シルエットではなくて、あのこんな感じでこれがもっと青々とした海と、それから、緑の松の葉っぱとの対照的な、それもまた見てみたかったもんですけど、まあそれはまた次に来た時とすればいいのかな。あそこにあります、あのお城みたいなやつ、別にお城ではありませんが松島城ということで、あの熱海にもありますけどね、観光地にああいうものを作って展望台として使ってるようです。でもなんかここの営業妨害になるようですけど、多分私あそこ行ったことないんで何とも言えないですが、多分あそこに行くよりもここから見た方が松島の眺めは楽しめるんじゃないのかなと思います。ただね、あっちはあっちで JR の松島海岸の駅から近いので、そんな山の上の方まで登ってくるのが嫌だよという方はあそこでお手軽に済ませられるのがよろしいでしょうか。電車の音が後ろに聞こえてきますけど、こんな感じでね、電車が降りてすぐ目の前にあるようなところと、アクセスの利便が大変良いという、そんな音をお聞かせできたでしょうか。さっきのところ降りてきて位置関係は分かりますよね。そこに松島城のやつがありますからね。随分なんか足元もこんな感じでね、あの石畳が綺麗になって高級住宅地って感じですよ。そんなものがあったんですね。でも前来た時もここ歩いた記憶ありますけど、多分リゾート住宅地とかそういう感じのところなんでしょうね。この家なんかもこれ家なのかな、よくわかんないですけど、多分そうなんだろうな、立派なもんですけど、あの昔もね、あの、ああ松島や松島やとか言って、あの私はそこまで超取りつかれるほどにまでスーパーめちゃくちゃ素晴らしい名所だとは思わないんですが、まあ、しかしやっぱりなんか定期的に行きたくなるようなところでね、中には住みたいという人もいっぱいいるんでしょう。あ、なんかすごいな、裏山のところなんか真っ赤なもみじですよ。さっき東北線の景色からもね、ちょっと牡蠣小屋みたいなのが見えたんで頑張って写したんですけど、分かりましたかね。松島の名物は牡蠣です。多分これも松島のものだと思うんですが、牡蠣焼き250円、非常に安かった。まあ牡蠣ってもともとそんな高いものではないはずなんですけどね、生牡蠣であの天の橋立てで食べたの1000円ってのがありましたけど、でこちらはホタテです。ホタテのフライ、牡蠣フライもありましたけど、最近ね私もこの間広島に行って牡蠣フライ食べたり、なんか牡蠣ばっかり食べてますんで、今回はじゃあちょっと別のものにしようと考えたわけです。味がついてませんから、お醤油、ポン酢などをかけて、こっちはまあこのままでもいいし、ソースもあるのかな。こんな感じでね、あの松島の脇を行く新しい道路ですよね。この周りに新しく綺麗なこんな感じもあって、観光客がさっきの上の方の展望台までは来ないんですが、松島海岸の駅の周辺、この辺りまではたくさん来ます。この辺りからもう本当に海岸線、ちょっとそこに当たりながら、潮風に当たりながら、これを食べることにしましょう。この松島にある瑞巌寺というお寺の五大堂が有名でして、松島のすぐ入り口のところにある瑞巌寺というお寺、そこの五大堂が海に張り出していて有名でして、そこへの参拝客が多いわけです。こんな感じでね、こう岩がここから分かりますか、分かれてますから、でこっち側はまたこれはこれで一つの橋、島というわけです。松島のすぐ入り口のところにある瑞巌寺、その海に入り出したこの、まあ、すぐ近くにある、これ一応島なんですね、分離してからね、この島の五大堂というところが大変有名でして、参拝客も絶えないわけです。入り口のところがね、こんな感じで鉄道の枕木みたいになっているのが特徴で、もともとはこれスケスケになっていてね、あのちょっと下手すると足がはまってしまうようなところでした。今では板が渡してありますけど、昔はこうやって渡ってたわけですよね。今はこういう2本のレールみたいなものがあるからそれを通ればいいんですけど、下手すると本当に、ね、足がはまりますからちょっと怖いわけですが、これはもともとこういうふうに気をつけて渡らせることによって、この神聖なところへ立ち入る際に気を引き締めさせるというふうに狙っていたんだと、あそこの看板に書いてありました。やっぱスリルがね、なかなか、まあ、落っこちる心配はないんですけど、すぐ下がこれ水ですから、これをこうやっていくのかとこう考えると、昔の人も同じような思いをしていったんでしょうね。ほんと怖いな。この辺りを見ればさすがにやっぱり
観光地という要素でお客さんもたくさん、そこには遊覧船が一つ、そしてまたそれとは違う別の遊覧船も一つ、多分これ別ですよね、同じなのかな、同じかもしれないな、いや違うと思うんですけど、松島の遊覧船って私は乗ったことがないですが、私の父は遊覧船に乗って、そして松島を眺めようと思いつつ眠ってしまったと、そんなことを言っておりました。だいたいどこでも売ってるものは同じなんですけどね、牡蠣とか、それからあとはそば、うどんみたいな昔ながらの観光地にあるような料理屋もあるそうですが、あとはこれは何かな、牡蠣、やっぱりそうか、牛タンとかそういうこともどっかには書いてありましたよ。これ今まで知らなかったんですけどね、これ島なんだろうと思ってたけど、なんか切ったっぽいですよね、違うのかな。もともと松島っていうのは隆起とかではなくて、なんかこう浸食かなんかでこうなったんだとか、そういう風に聞きましたけど、この岩は不自然ですよね、多分繋がってたところをわざわざ切って橋を架けたのかな、なんでこんな風になったのか、ご存知の方がいたら教えていただきたいです。言いましたよね、宮島とそれから松島と天の橋だって全部海のね景色なわけですけど、日本三景になっておりまして、このように書いてあるんですね、陸奥、松島、丹後、天の橋立て、安芸、厳島、なんでこれはこの、3つのところが変な眺めが奇岩が日本三景だと、あ、そういうことか、なんかこれで三種奇岩って書いてありますけど、3つのところの変な眺めって書きますけれど、こう下にちゃんとあった宮城県松島、京都府天の橋立て、宮島は日本三景である、あ、そうですかって感じなんですけど、これを言ったのはですね、これを言った人もまたあれなんですよね、寛永なんとかの日本国自石公っていうのは、これ林なんとかっていうのは確かその、文学家だかなんだかやる幕府の人とは関係なかったような気がするんですけど、日本三景であるという人をこの林春斎という人が言ったので、ここは日本三景と呼ばれるようになったわけです。つまり私がね、自分で独自に日本三景を私の趣味で決めても、それがもし世間に広く認められれば、それは日本三景ってことにこうなっちゃうわけですね。大したもんだなって思いますけど、なんかこう作ってみますか、日本三景、また考えておきましょう。松が紅葉しないというのは残念ですよね。これがねしたらばもう秋なんか素晴らしい眺めになったんでしょうけど、でも今も十分綺麗なんですけど、この平らなところから見るのもなんだかんだいいな。遊覧船はまたすぐに折り返し、お客さんも少なくはないかなって感じですね。松島海岸の駅に着きました。ちょうど仙台からの電車が来たところで、多分また今からお客さんが大勢ゾロゾロ降りてくるんじゃないかと思います。そこでは笹釜を売っていて、タクシー乗り場からもまたこんな感じがあって、旅館案内所とかね、ずいぶん昔からあるような、ちょっと今度使ってみるか、私旅館案内所なんて使ったことないんですけど、こういうレトロなところで案内を受けててのもいいかもしれません。お客さんがほらたくさん吐き出されてきまして、松島の魅力がいかに大きいかということをよく分からせてくれるようなところです。これ前もなんかあったような気がするんですけど、随岩寺平成の大修理、これ終わったんですね、落慶記念と書いてあります。こんな風に JR からもお祝いのパネル、随岩寺の中に入って写真は撮ってないわけですが、これを見て、あ、立派だなと、こんぐらいで十分かもしれないですね。時間の限りもございます。お、笹釜、別に体験してくれなくてもいいんだけど、焼きたての笹釜が食べられるの、ここでやってんじゃないのかな、ここか、なんかちょっと買ってってみますか。最後にね、自由に写真撮っていいっていうからね、何が自由なんだろうと思ったら、これこんな感じでこう撮れるらしいんですね。こんなにこう重いのかと、結構辛いわけですけど、巨大なまな板って感じの重さだな、それよりももっとしっかりしてるかな、いいんですけど、200円でね、これを焼いて膨らんだら裏返してくださいねとか、そういうことをいろいろ教えてくれたんですが、ちょっとめんどくさいんで焼いてくれませんかと言ったら、焼いてくれることになりました。やっぱね、こう分かる人に美味しく焼いてもらうのが一番ですよ。10キロはないけど5キロぐらいあるな。記念写真を撮るのもちょっと気合がいるかもしれません。焼けるまでにね、7分から10分ほどかかるんだそうです。意外とかかるんだなとちょっと驚きますけど、そろそろ、はい、あ、いいですか、そろそろ、わかりました、はい、時間ギリギリだから、いや、もうそろそろ行っちゃおうかなと思ったんですけど、いや、まだ早いから30秒あれば行けるから、もうちょっと待った方がいいよと言われて、ギリギリまで待ちまして、列車もちょうど到着、多分まだ松島海岸を出てすぐだったら座れなくはないはずですから、列車の端っこでいそいそと食べて、そして座ってしまえばいいかなと思います。
仙石線に乗ってきました。こんなわけで到着仙台駅。普通のね通勤電車みたいな構造っていうか通勤電車なんで、ちょっと乗っていてもねなかなか辛いものがありまして、窓の外の景色とか映しようがないんですが、で仙台周辺のところ陸前原の町という駅まではこんな感じで地下鉄の様子を呈しています。いろんな色の電車が最近増えたりしましてね、特にあの電車などなんか座席もちょっと普通とは違うように改造されているようですし、仙石線は結構観光客が多い路線ですから工夫を凝らしています。終着の石巻は宮城県第二の町で、またここを通っている漫画家が多いということから、仙石線にもですね、あのなんだ漫画の列車みたいなそういうのを走らせていたような気もします。これは松島号なんだな、ここに松島って書いてあるよ。多分あの車両だけで、こっちはまた塩釜の宣伝をしてますね。塩釜、松島、石巻、それから仙台など宮城県のこの辺り海沿いを走る仙石線と、まあ、それからちょっとね一旦別れた後また合流をして、この松島の辺り、これ離れてるように見えますけどすぐ目の前ですから、歩いて30分ぐらいのところ、松島で降りて松島海岸まで行くとか、海岸から降りてこう行くとか、途中ね展望台を通って美味しいものを食べましょう。これが宮城県の海沿いの楽しみ方かと思います。あとねこっちのこの辺り半島になってまして、こっからこっち側から松島を望むっていう見方もあるんですけどね。松島見物の動画はここまでとさせていただきまして、ここから先は東北新幹線に乗り盛岡を目指しますが、盛岡まででまず仙台駅の中でショッピングを楽しみ、美味しい名物をたくさん買い込んで新幹線の中で食べようと思います。朝から食べてばっかりなんですけど頑張りますよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。